ままアスタリアから来ます。海岸から峡谷へ入って、クリセック地を目指して。よーしろ。基地に着いたら標高速ドライブを出して、アイスの本拠地である移動惑星に一つ飛び、だろ。高速の艦隊の梅雨バランスに触れない。大丈夫大丈夫、それを信じろって。不安だ。敵が多い。速度として簡単に打ち当てます。了解っていうか、もうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいのに努力する。え、違うんだ。熱源ハミル。よっ、危ねえ。基地からミサイル砲撃。私のシールドなら多少は持つけど、連続した被弾は危険だ。さっきの船。さあ見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。どう、バカなの。まずい、基地の原発閉まりそうだ。なんだか、どうしたか。対空砲が上空から入れる。このまま一気に飛び込む。これを落とす周辺の対空砲も無力化する。艦隊が攻撃にさらされるのを仕留める。こいつの戦い方、どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。何度も壊れてる。くそ、出せるか。わかりますミス。私は人類の敵になった。もう地球へは帰らない。何を言ってたの。君がフィオの双子の姉か。自我を守ってる。あんこの不在。言葉を選べよ。傷つくだろ。そう、そんなに頼っちゃって。もう相変わらず一人で何もできないのに。私は違う。私は一人で何でもできない。みんな押してあげる。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊のボリューム。何言ってんだ。リオはエスと繰り返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。
がつかないか。はい。ああ、もう早くてよ。こんなとこまでよくそんな冷静でいられるよな。まさに天才だ。戦術。データベースがファイルーム新型。また新型かよ。リオデータベースに強いんじゃないか。そう、姉さんと違って発射途中で脱走したから、すべての情報を持っているわけだ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわ。あなたの恥ずかしい話。そんなもん、今はそれどころじゃないだろう。人類存亡をかけ、なんだこいつら、地球軍じゃないか。兵徳、この信号、時間に似たアクシスだと。それでは彼らは、あの決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、ブランドさんは。何をしているの、迎撃しなさい。そう、うまく脱出してくれよ。エネルギー反応、手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。がいるなら見てみたいね。と、放棄すると優遇みたいな放棄だ。広大機能が暴らされてる。とどめは我が官人任せまい。
今だ。目標イタークシス、ド発展キャノン撃ち抜け。あの時もそうだった。同じ連合軍の手によってリタークシスは落とされた。あのパイルーンがフィオは知らないのに、競技会の練習は実戦艦隊を送り込む傍らで極秘裏にパイルーンと交渉を続けていた。そして終戦協議が結ばれ、競技会はパイルーンが望むものを差し出すかかりに張り込みの安寧を終え、パイルーンと変わります。私たちと同じようにね。それで仲間割れを使ってるのか。勝手に。何も変わりやすい。隣人と手を振り合うことなんて最後までないんだ。お前たちも競技会に疎まれているんだ。この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのズーキスの力でスレーさっぱりぶち壊してあげる。死ねー、ベスト。慣れ慣れしいぞお前。でしょ、私の代わりここは放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ、放り出すとか本当にやりかねないだろ。それでも全てだけはパイルーン。パイルーン、奴らは自らの使い先すぎた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。どうですか、そんなこと。私たち、もう違っちゃったんだ。まるでアーセンと、ピオンの愚かな仲間たちが、私には何もない。パパ。ピオも、私は、私は。迷うな、ピオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。ここまで捕らえたのは強行という他はない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだろうな。これが奴らの本来の戦力、パイルーンの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。取り逃してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。ヒオは確かにルーキスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだ。
だって分かったんだな。心外だわ。あなたにそんなことも言われない。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパと君を逃がしてからも私には守るべきものがある。この星でさらわれ同じ地球人に見せられた大勢の命、本当に見切れないくらい抗ったの。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。私の後ろに1万もの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いに何度も何度も負け続けた。そして最後のそれを失うことで数多くの情報に絶対とした私の力は大量のシンギュラリティをとっくに超えていることだ。そういう時代内心に必要がない。私のパパを守れなかったこれが結末なのに、私は家族に与える。できんの？マジで？お前のことは調べたロイです。軍属じゃないの。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でも、レイド・ユーバーガーとしての訓練をパパパと引き続き伝説の妖怪ウラートのもう一人も忘れた。そう、だからここまで来られたのよ姉ちゃん。姉ちゃんに仕方ない。私を呼んでピオ、私は後悔してる。ここなのに私は絶対だけに私のパパが好きです。こんな思いはしなかったのに。そんな呼びなさい。自分と私たちは同じだった。二人のシンクロニシティは唯一にさらなる力を与えるのよ。そんなこと私たちのとこを見て大した人類と横になった姿に変えたサイレント。リオ、そう、私たちは変わってしまう。でも呼んでよ。
気にしようと。直角だってエーストなんてことを。これに当たったら。諦めていない。
終えるか、ピオ。当然よ。このまま決着をつけましょう。ハイルーンボス、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか。あくまで例え、実際にはデータ同士の機能を集中機能に乗ったところで一定に機体探索を持ち入る。安全なる数値に到達するためになあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのファイルームを倒せるんじゃないのか。残念、そうしてやりたいけど無理よ。すぐに別の場所で再構築するみたいよ。ウイルスでも流し込むとか。問題のある、なるべく解除、やはり再構築すべき。そのためのクラフトチーディアグラム。ねえ、私にもいい考え。あのね、うわっ、えびつめ。試してみるか。そう、